で、次に、今度は偏微分差要素っていうのをちょっと導入するんですけれども、先ほどですね、紹介した2変数関数の平均値の定理の証明をちょっと振り返ってみますと、F の A プラス TH と B の T プラス K、B プラス TK っていうのをこのラージ F の T っていう1変数関数と思って、で、これを合成関数の微分を使って、T における、T による1回微分をこう求めたらこうなりましたっていう結果をさっき使いました。で、ここで、この F プライム T もまた、もう一回 T で微分可能であると仮定して、この F ダブルプライム T ですね、この二次動関数を求めています。そうすると、どういうふうに求めるかっていうと、ここにあった FX の個率とか FY の個率にまた、再び合成関数の微分のこ、あの、を用いるわけですね。そうすると、ちょっと複雑ですけれども、こういう形で合成関数の微分が行われます。で、ここで少し項をまとめるんですけど、先ほどの高次変動関数の性質からですね、この fxy の微分係数と f の yx の微分係数はこの場合等しくなりますので、これをこう一つにまとめることができます。そうすると、こういう形の式ですね、f の2回変 t による2回変動関数が、こういう形で表すことができるんですけれども、こうして見てみますと、この微分のところだけ見るとですね、最初の項が h2 乗の fxx で、次の項が 2hk の fxy で、で、最後の項がこの hk2 乗の fyy っていうふうになっていて、その微分の記号に関して、こんなふうにこう2乗の式になってんじゃないかなっていうふうにこう見えるわけですね。見えてください。はい。だから、ここで言うと、H かけるなんか X による偏微分と、K によるかける Y による偏微分っていうのをなんか記号と思って、こう2乗を展開、記号と思って展開するとなんかこういう形になりそうだなっていうのはここにこう現れてるわけですね。ですので、こういう形で、なんか書けそうだと思えるわけです。で、そこで、それを実際にそう書いてみましたっていうのが、偏微分差要素と呼ばれる記号ですね。差要素っていうのは教科書にもありますけれども、何か後に来るものに作用するような、英語で言うとオペレーターと呼ばれるものですけれども、今回はその微分を行う、なんかするものという意味ですね。ですので、そこで、この fxy に対してこういう記号ですねを、作用素、偏微分作用素っていうのを定義するんですけれども、これはどういうふうに定義するかっていうと、fxy に対して、これを作用させるということはどういうことかというと、これは、まず、x で偏微分したやつに h をかけて、それから y で偏微分したやつに k をかけたものをこう加えなさいと。そういう意味ですね。そういう意味で、この作用素というものを定義します。で、さらに、r 回の作用素っていうのも定義しまして、これはその機能的にこの r-1 回これを適用させたものにさらにこいつを適用させましょうと、そういうこと形でこう定義をするわけです。ということで、書き方の、定義ですけれども、こういうことにして、これから話を進めていきます。で、あと、こういった記法においてはですね、いくつか便宜的にですね、例えばこの0回の0乗の偏微分差要素っていうのをちょっと定義しておきます。0乗っていうのは結局これは何もしないっていう意味ですね。で、こういうふうに記号を定義しておくってことは数学でよくやられることで、数学的な性質に矛盾しない範囲でこういろんな記号を統一的に扱うために、こういう記号を導入したりすることがよくあります。で、これの今の定義でですね、その偏微分差要素を導入しますと、例えばこの hddx プラス k の ddy の r 乗の fxy っていうのは結局、こういう変動関数の和で表せるということが言えます。で、これはちょうど教科書にはこの二項定理が載ってますけれども、この二項定理に対応するものですので、確認しておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。で、ここまで準備ができると、一応その2変数関数におけるテイラーの定理の証明に入ります。
定理のステートメント自体はですね、またちょっと教科書戻って、146ページの定理 4.12 というところにありますので見てみてください。で一応仮定を復習しますと、D を R2 の領域としまして、それから FXI は D で C の M 級としておきます。そして、点 AB は D の弦でして、それからこの A プラス B、AB とそれから A プラス TH、B プラス TK っていう2つの点を結ぶ線分が全部D に含まれると仮定します。で、この時に、ある0と1の間の実数 θ が存在して、A の、F の A プラス H と B プラス K というのが、こういうその変動関数、A、ここまではその J が0から M マイナス1まではこの AB の2約における、J 字の変動関数の値です。変微分係数ですね。変微分係数の和で、かけて、それから最後のM 回に関しては、その、ある A と AB とこの A プラス TH、B プラス K の間のどこかの点におけるこの M 回の変動関数の、M 次変動関数の値っていうふうに掛け合わすことができます。っていうのがこの定理の主張です。で、一応、これまで準備してきたことを使って、証明を見ていきます。まず、仮定からですね、この fxi は ab で全微分可能です。で、ここで、このラージ f の t というのを、この f の a プラス th、b プラス tk っていうふうに言うわけですね。だから、t に関する一係数関数と思うわけです。そうしますと、その先ほど、二変数の平均値の定理でも扱いましたように、その合成関数の微分を次々に使うことで、この FT の R 回の微分っていうのが、この先ほどの変微分差要素を使って、F の A プラス TH と B プラス TK のこの変微に対して、この変微分差要素の R 乗を適用させた形で表すことができるようになります。さらに、ちなみに、この t に0を代入した場合には、この、r 字のこの変微分、微分差要素を適用させたときの、この fab における、微分係数ですね。ab におけるこの微分係数を表します。でこれが、その r が1から、m まで言えるというわけです。ちなみにこれ教科書では 4.13 式といって145ページの一番下の方にこう書かれておりますので、後でこの教科書に従って証明をフォローする際にちょっと参考にしてみてください。で、この時ですね、この一変数関数におけるテイラーの定理っていうのを使うと、そのある θ0 から1の間の θ が存在して、この t イコール1と t イコール0に対してですね、こういうことが成り立つと。ここでその一変数のテイラーの定理を使っています。で、だからちょっと記号の使い方がですね、その教科書に出ているテイラーの定理の a とか b っていうのと、ここではそれが1とか0に対応しているので、その対応の仕方をちょっと皆さん後でよく確認しておいてください。もう一つ述べておくと、この一変数のテイラーの定理における最後の項っていうのは剰余項というふうに呼ばれておりますが、こういう、この剰余項については、いくつかの、形があります。で、ここでは、ラグランジュの剰余項と呼ばれる剰余項で表しておりますので、それもちょっと注意しておきます。で、こういうことを表して、実は、これがですね、ラージ F を使うと、こう、一変数でこういうふうに表せるんですが、実はこれが、その、最初のこの定理の主張そのものになっているということに注意してください。これで証明終わりです。ですので、なんだ、ここから、これで終わりなんかって、ちょっと戸惑う人もいるかもしれませんが、実はこれが、定理の主張になっているこの式を表していますので、それも、皆さん、後で確認しておいてください。はい。ということで、一応これで定理は証明できたことにしましょう。
で、一応これを踏まえて、教科書の例の 4.4 ということで、例題を示します。で、先ほどのそのテイラーの定理で M イコール1の時っていうのは、この二変数関数における平均値の定理のことを言ってますということだったので、これは先ほど証明もしましたので、飛ばします。それから M イコール2の時の、テイラーの定理を使いますと、こういう性質が成り立つわけですね。すいません。そっか。ちょっと待ってくださいね。そっかそっか。まずは、こういう、こういう形の項に展開をできます。で、ここで、2回の変動関数との連続で、かつ、H2 乗とか、あと HK の積の絶対値とか、K2 乗っていうのは、H2 乗プラス K2 乗で上から抑えられますので、こういうですね、H と K から少し離れた部分の、値っていうのが、大体それぞれ H2 乗とか HK の絶対値とか K の2乗よりも小さくなる値で置き換えることができるんですけれども、これを使いますと、テイラーの定理を使って、その2回変動関数まで展開した形で、こういうふうに F の A プラス H と B プラス K を展開することができます。で、これを二次近似と言いまして、どこが二次かというと、X マイナス A とかですね、あとからその F の AB からですね、始まって、この元与えられた関数を X マイナス A とか Y マイナス B の二次の項まで近似して表すということで、これを二次近似と呼んでおります。で、今日もちょっとレポートのところでは、この二次近似の計算を実際にやってもらいますけれども、テイラーの定理を使うと、例えばその関数のある AB の近傍でですね、この関数を、X と Y に関して2次の多項式で表したりすることができるという話ですので、押さえておいてください。はい、ということで、今回の授業のまとめです。今回は、まず高次変動関数の証明の続きを行いまして、それから二変数関数のテイラーの定理を説明しました。で、次回は、このテイラーの定理に引き続きまして、極値の話を行いたいと思います。で、その次には因関数定理が控えておりますけれども、ちょっと次回因関数定理まで進めるかどうか分かりませんが、とりあえず極値の部分は進みますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは、これで今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。